スウェーデン帝国、スウェンスコストロマドスタイデン1650年代。最盛期のバルト帝国バルト帝国は、近世ヨーロッパのバルト海及びその沿岸を支配した国家、スウェーデン王国が繁栄した大国時代の日本での故障。スウェーデン人自身はこの生態を帝国とは呼ばなかったが、複数の言語、民族の領域を支配したことから日本ではそれを踏まえてこう呼ばれる。 グスタフ2世位、アドルフのバルト帝国建国から1700年代に始まった大北方戦争によってスウェーデンがロシア帝国に敗れるまでのおよそ一世紀間についてこう呼ばれる。スウェーデンでは大国時代と呼ばれている。バルトとは中世以来バルト海沿岸地域全体を指し示す故障として用いられてきた。このカンバルト海のをめぐり、ロシア、デンマーク、プロイセン、 ポーランドなどが争った。このバルト海を制す国が、後世バルト帝国と呼ばれるようになる。そのため、バルト海を意味する、マーレ・バルティックムは、バルト帝国と同意義語として扱われるようになった。バルト海はまた、バイキング時代の後に、スウェーデン海、あるいはスウェーデンバイキングの中から付けられた、バリアーグ海とも呼ばれたこともあった。マーレ・バルティックムが、バルト帝国と同義とされるのは、 バルト海の政界圏権も含めているからである。この政界圏権は、ハンザ同盟の支配から15世紀にデンマークに移り、16世紀半ばには事実、ウエスウェーデンの支配に返したことにある。また17世紀後半には、プロイセン艦隊もバルト海南部に影響力を誇っていた。とはいえ、バルト海全域を見ると、17世紀全般にわたり、依然スウェーデンの影響が強く、 バルト海の支配者はスウェーデンであったと言える。またスウェーデンは北海に通じるエレスンド海峡の自由通行権も1645年にデンマークより獲得していた。デンマークは15世紀以降この海峡を通過する船舶から通行税を得ていた。しかしスウェーデンはデンマークに対する優位の一つとしてこの通行税免除を勝ち得ていた。しかしロシアはこれに対抗するため、 17世紀、後半から後半と艦隊建造に邁進し、18世紀に始まった大北方戦争で、スウェーデン艦隊を撃破し、バルト海の制海圏もロシアに移っていくのである。スウェーデンがバルト帝国として近世における大国の地位の基礎を築いたのが、1558年に始まるリボニア戦争だった。デンマークノルウェーとドイツ騎士団のリボニア体験騎士団と連携し、 ロシアツァーリ国のバルト海進出を阻んだ戦争だった。ロシアが再びその勢力を復活させるまでの間、スウェーデンはバルト海をめぐる闘争を通しヨーロッパの強国の一つとして存在感を示しかつてカルマル同盟として創始国にあったデンマークから独立した。リボニア戦争後一時弱体化したが、17世紀初頭のロシア大動乱への参戦を通じて、 ロシアにおけるヨーロッパへの窓、バルト海への出口を確保して、ロシアを再度駆逐することで真のバルト帝国の時代が始まったとされる。ドイツ30年戦争に勝利し、同時にデンマークをバルト海から締め出すことで、バルト帝国は完成したと言える。スウェーデンバーサケは後継者がなく1654年に断絶。その後、バルト帝国を継承したのは、 スウェーデンバーサケの外籍となっていた、神聖ローマ帝国の諸公で、ビッテルスバッハケ冒険のプファルツ家だった。プファルツ家は、北方戦争を起こし、スウェーデン王位を望むポーランドバーサケの野心を阻止し、デンマークに対する優位を示して、スウェーデンの継承王朝として君臨することとなった。この時代、17世紀後半は、ブランデンブルクプロイセンなどの新興国に、大国の地位を脅かされ、 国力低下ももたらしたが、フランスやイングランドとの友好関係や、新聖ローマ帝国における、霊園関係の回復、絶対王政を含めた、諸改革の断行によって、30年戦争後のベスト・ファーレン体制における列強の一国として、君臨し続けることに成功した。こうして、ヨーロッパの大国の一つとして18世紀を迎えたが、近隣諸国との接衝はうまくいかず、 その近隣諸国によって大北方戦争を引き起こされることとなった。しかしその大戦争の初期はバルト海沿岸諸国を圧倒し、その存在感を示したスウェーデン最後の強国時代であった。しかし日増しに東欧における存在感を増大化し続けたロシアによる敗北は、スウェーデンにおける大国時代に幕を引きずり下ろされた形となり、以降、 ヨーロッパの小国に転落したスウェーデンに代わってバルト海の覇権を奪取したロシア帝国の時代が開始されることとなる。1700年から20年にわたった大北方戦争は結果としてスウェーデンの国力全般の衰退をもたらし以後ヨーロッパの大国として復活することはなかった。18世紀以降のスウェーデンは衰退と中高の時代であった。しかし北欧はすでにヨーロッパの中で その存在感を示す余地はなかった。すでに小国に転落していたデンマークと共に、スウェーデンはヨーロッパの情勢に対しては中立主義を目指すようになり、19世紀以後のヨーロッパ諸国による帝国主義とは一線を隠すこととなる。スウェーデンのバルト帝国の基礎となったのは、8世紀に始まったバイキングに遡る。佐賀によると8世紀から9世紀にかけて支配下に置いた、 エストニアとクールラントが始まりとされるが、スウェーデンの成立及び統一以前の出来事であり、確証があるわけではない。その後、統一を果たしたスウェーデンは、フィンランドに野心を持ち、12世紀から15世紀半ばにかけて断続的に続いた、スウェーデンノブゴロド戦争において、13世紀半ばには、ほぼ、フィンランド全土を自国領に組み込むことに成功した。 この侵略に正当性を持たせるため、スウェーデンは北方十字軍と称し、フィンランドをカトリック化させたのである。その後スウェーデンは王家が断絶し、カルマル同盟に組み込まれた。しかし1523年にバーサーサの下で独立。その後1558年に始まったリボニア戦争で得たエストニアを足がかりにバルト帝国を築いていくのである。また、この頃台頭した、 高時元説も、スウェーデンの大国主義を正当化する一因となった。1581年のフィンランド大公の君主号創設もその一環であった。17世紀に入り、スウェーデンは、グスタフ2世やドルフによって、ヨーロッパ市場に、北方の大国として君臨するのである。彼はまずライバルであるデンマークを退け、スウェーデン王位を望むポーランドからは、リガを奪い、事実上リボニアを領有した。 また、ロシアの内戦に介入し西カレーリア、イングリアを獲得して、ロシアとの国境線をさらに東方に拡大した。そしてドイツ30年戦争に介入し、プロテスタントの名手にもなった。この30年戦争により、ドイツにも領土を得て、スウェーデンは名実ともにバルト帝国を築き上げ、ヨーロッパの列強にまで登り詰めたのである。デンマークから見たバルト帝国。 17世紀は、カルマル同盟の名手デンマークにとって、存亡の時代であった。グスタフ2世やドルフは30年戦争さなかの1632年に、戦死し、後継者のクリスティーナ女王は幼かったため、戦王の重心だったオクセンシェルナが政治を取り仕切った。オクセンシェルナは、スウェーデン史上最大の名彩賞と言われるほどの人物で、バルト帝国の裏の立役者と言える。 この女王の時代にスウェーデンは、デンマークとの戦いに勝利し、ゴットランドを獲得するなど、バルト海の政界権を得て、北方の覇権を確実なものとする。そしてグスタフ2世やドルフが作り上げた、バルト海国家をさらに広げたのが、プファルツ家出身のカール10世だった。カール10世は戦い続けた部位の王だった。北方戦争を開始して、ポーランドに攻め込み、 スウェーデン王位継承を承認させた。カール10世はポーランドへの野心を抱いたために反撃され、結果的に撃退されたが、それにつけ込んだデンマークを屈服させ、スウェーデン南部のスコーネ、ブレイキングへとノルウェーの一部も奪った。これによってカンバル都会の3分の2がスウェーデンに属することとなった。また1660年のオリバ条約により、ポーランドからの脅威も終わりを告げた。 バルト海沿岸国の支配権を確立し、近隣諸国を圧倒するに至ったのである。また新大陸にもわずかだが、植民地に奪われるも得た。カール十世は戦争中に病死したため、戦後占領地の一部を返還することとなったが、スウェーデン領に侵攻していた、ロシアも撤退し、バルト海世界の優位を維持した。この時代が、スウェーデン王国の絶頂期とされる。17世紀は、 スウェーデン大国時代であった、グスタフ2世やドルフに始まり、クリスティーナ・女王、王家は交代したが、カール10世、カール11世、カール12世に至る、カール10世の死後、王国は膨張するのを止め、平和が戻った。1679年にブランデンブルクプロイセンに、ポンメルンを一時領有されたが、大国の座は維持した。デンマークの復讐戦では引き分けに持ち込み、国内的には、 名実ともに絶対主義を完成した。ただ海軍だけは十七世紀半ばをピークに衰えを見せ、デンマーク、プロイセンに対し主政に立っていたため、スウェーデンは典型的な大陸国家と言えた。しかし、大国時代にもすでに車用の時期が訪れようとしていた。北方戦争及びポーランド最大の内戦、大洪水時代で受けた、スウェーデンの損害は甚大であった。そのため、 バルト海での派遣を得たと言ってもそれはバルト海沿岸諸国内部にまで及ぶまでには至らなかった。特にスウェーデンはドイツ北部にも影響力を持っていたがドイツにおける諸領法との利害関係やデンマークを挟み込む体制となったことは新たな紛争の原因ともなった。そしてそのドイツにおいてスウェーデンの派遣に挑戦したのがブランデンブルク選定公国と プロイセン公国の同君連合である、ブランデンブルクプロイセンであった。神聖ローマ帝国の一両方に過ぎなかった。この国は大戦帝国フリードリ・ヒビルヘルムによってバルト帝国の首輝きを自力で脱したのである。1672年より始まったオランダ侵略戦争はバルト帝国にとって一つの転換期となった。この戦争はオランダ、デンマーク、ブランデンブルクの共闘によって スウェーデンによるバルト海の派遣にくさびを打ち込むこととなるのである。その一つがブランデンブルク・プロイセンの台頭であった。プロイセン及びブランデンブルクは一時期スウェーデンの創始下に置かれていたが、北方戦争の後に事実上の自立を果たすこととなった。この大戦抵抗によって、スウェーデンは30年戦争以来のドイツの領土を失ったのである。唯一残されたポンベルンも19世紀に、 プロイセン王国に引き渡されることになる。さらに、スウェーデン海軍は、プファルツアサの下では更進は遅きに失し、これもバルト帝国。その上、ロシアでは、ピョートル一水による近代化政策が着々と進んでいたのである。とはいえ、17世紀後半も様々な問題を抱えながらも帝国は維持されることとなった。戦争に明け暮れた全王と異なり、 カール11世の知性は平和な時代で安定期であったと評される。しかし単なる停滞期にとどまらず、この時代の平和のおかげで時代のカール12世の時代に本格的な軍事行動を起こせたという評価もある。実際にカール11世の軍事改革や諸改革によって帝国は持ち直したと言える。さらにドイツにおいて失われた影響力を レーン関係の修復やプファルツ継承戦争で、アウクスブルク同盟を支援するなどして、フランスの拡大を抑止し、プファルツツバイブリュッケンを獲得するなど、ある程度は持ち直したと言える。カール11世の晩年のスウェーデンは、なお、ヨーロッパの列強としての地位を保持していたし、バルト海の覇権も維持していた。しかしそれは、周辺国の犠牲のもとになり立っていた。 特に、デンマークに対する内政干渉とも取れる、シュレース・ビヒホルシュタイン広告問題への介入や、ヨーロッパへの海の出口を奪われたロシアにとってそれは、深刻であった。カール11世は、ヨーロッパで起きる戦争には中立であろうとしたが、自身の死と周辺国の憤慨と野心のために、果たせなかった。カール11世の知性化において、絶対君主制は確立された。いくらかはこれによって、 スウェーデン支配地域における安定した国家体制が築かれた。特にバルト地方のスウェーデン支配地域ではバルトドイツ人の東用などによりバルト海及びバルト地方の繁栄時代を築いたのである。濃度解放や教育の推進、商業権の拡大などである。バルト地方においては幸福なスウェーデン時代と呼称された繁栄の時代であったが一方でフィンランドでは そのような恩恵は享受できず、飢饉や圧勢などでフィン人の不意が高まり、その支配にきしみが生じていくのである。バルト帝国が膨張しすぎたツケは、カール十世の孫に巡ってくることになった。近隣諸国を敵に回し、恨みを買ってしまったのである。ロシア、デンマーク、ポーランドの三国は一致団結してスウェーデンの大国主義に対抗しだした。それは、 やがて大北方戦争として現実の脅威となるスウェーデンバルト帝国時代は終焉を告げロシア帝国にその座を奪われることとなる北ヨーロッパ及びバルト海の覇者をめぐる戦役でスウェーデンはその戦争の初期に反スウェーデン勢力を圧倒したにもかかわらずその力を過信してただ一度の敗戦で全てを失う特にバルト地方はべてロシアに返したしかも バルト海の政海権も失い、国力は衰微する。加えて、ハノーファーとプロイセンも北方同盟に加入し、新生ローマ帝国からも勢力を完全に排除させられた。そして1718年のカール12世の死により、バルト帝国は完全に崩壊し、スウェーデンは大国の座からも退いた。フィンランドだけが残されたが、失勢のためにフィンランド人の反感を買い、 この地すらロシアの脅威にさらされるのである。そして大北方戦争終結後に締結されたニスタット条約はスウェーデンに対する死亡診断書となった。カール12世の遺体最近の評価ではカール12世の統治時代のスウェーデンは国力を維持し続け、その生存中はロシアとの長期に及ぶ戦争にも耐え切れたとも言われている。つまりカール12世の死こそが スウェーデンの衰退につながったとも言える。現実に、カール12世の死には暗殺説が唱えられ、21世紀に入った、現在においても、流れ玉による戦死か暗殺かの決着はついていない。実際に、カール12世の統治時代は、スウェーデンの最後の強国時代であった。陸軍においても海軍においても周辺国を圧倒していた。一時的とはいえ、 カンバルト海諸国を圧倒することができたのはカール12世の軍事的才能によるものであった。しかしこのような軍事活動を行えたのはカール11世の軍事改革の賜物であったと言える。18世紀においてもフィンランドとの連合、スウェーデン・フィンランドは生き続けた。ただしこの時代、すでに東部カレリア、南部カレリアは喪失していた。その後のスウェーデンは国王ではなく貴族、 最小によって国政を牛耳られヨーロッパの中の小国へと転落した。しかし北方の強国はこのまま黙って没落を受け入れていたわけではなかった。18世紀後半にホルシュタインゴットルプ王朝第2代のグスタフ3世はスウェーデンを復興させ過去のバルト帝国の再興を目指した。しかしすでにロシア帝国がバルト海の覇者でありこの超大国と一戦を交えるのは かの命運を落とす。大博打であったため、スウェーデンの貴族は戦争に反対した。しかし、いざ開戦してみるとスウェーデン軍は完全な勝利こそ得られなかったが、スベンスクスンドの開戦においてロシア海軍に干渉するなど、超大国ロシアの花を明かすことに成功した。その後のスウェーデンはフランス革命に関与し、反革命十字軍を提唱するなど、再び北ヨーロッパの大国としての地位を。 取り戻したかに見えた。だが、突然のグスタフ3世の暗殺により、大国最高への道は頓挫する。さらに1805年には、第4次大仏大同盟が崩壊し、また1808年、第2次ロシアスウェーデン戦争が勃発。そして1809年には、最後に残った、フィンランドもロシアに奪われ、バルト帝国最高の夢は、完全に追え去った。 その後ナポレオン戦争末期において、ベルナドッテ家のカール・ヨハンが、スウェーデン王位継承者に迎え入れられ、その上で、フィンランド奪回を目指す動きもあったものの、ロシアとの再同盟の結果、その目的が、ノルウェー獲得にとって変わられることとなった。その後スウェーデンは保守化し、スカンディナビアの一体化を目指すようになる。しかしこの反スカンディナビア主義は、スウェーデン王オスカル一世によって、 大国主義の残詞として引き継がれた19世紀半ばのクリミア戦争におけるフィンランド奪回の試みやその後のデンマークを加えたカルマル同盟再高の目論みはスウェーデンの反スカンディナビア主義の消化によるものでありバルト海のみならず北ヨーロッパの派遣奪回を目指す最後の試みであった最終的にこの主義と野心が スウェーデンの民主主義化とヨーロッパ列強の圧力の前に破綻したことによって完全に終止符を打つこととなった。なお、東インド会社、西インド会社が存在し、また、グスタフ3世の時代にわずかながら植民地を獲得するなど、北方においては、スウェーデンの国力はある程度は維持し続けていた。そして、自由の時代に続く、ロココの時代は、それと重なる啓蒙時代として、 スウェーデン文化の交流の時代でもあった。ありがとうございます。